皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年7月の8日土曜日でございます。気温は28度といったところでございましょうか。またまた暑いですね。でもその前に、はい、ちょっと YouTube でいただいたコメント、そちらをご紹介させていただきたいと思います。じゃん。今日も楽しく拝見しました。 CM かわいい、めっちゃ楽しいメロディーとグッズ紹介でとても良いといった数々のお言葉をいただけましたよ。 CK さん、マミオさん、ハリュリュンさん、コメント誠にありがとうございます。もう本当にありがたいです。こうしてコメントをいただけますと、あーよし、明日も頑張ろうっていうような気持ちになるんですよ。よく言う言葉ですけれどもね、なんか明日も頑張ろうっていうのは、でも本当に普通に思えますね。そして僕がコメント欄にお答えできないの申し訳がございません。そうなんです、僕本当の本当にコミュニケーションがすっごい自信がないのでございますよ。ですから名もなきクマやスタッフさんにお任せしちゃってる次第でございます。でもですね、実は名もなきクマもスタッフさんも正直言いますよ、本当は得意じゃないタイプなんです。そうなんです、めちゃくちゃそういうの苦手にしてるタイプなんですよね。でも僕よりは若干マシなので、ですから頼んじゃってる次第でございます。ですのでもしもなんか失礼なことを言ってることがございましたら、お気軽にご指摘いただきたいと思います。僕からも謝らせていただきますとのことでして、はい、 YouTube へのコメント皆様本当にありがとうございます。僕は明日も頑張れますよとのことでして、コメントへの、はい、ご返答させていただきました。そしてですね、はい、お便りもいただいております。お便りも、それではどのようなお便りがどなたからいらしたのか、はい、早速拝見したいと思います。じゃん。ペンネーム佐藤すずさんよりいただきました。佐藤すずさん、こちらへのお便りを初ですから、とっても嬉しいですから。そうなんです。まずはじゃあ先にサトスさんからいただいたお便りの内容、そちらを拝読させていただきたいと思います。つっかえちゃったらすみませんね。じゃあ行きますよ。はい、ゆっくりめに読まっていうところで今つまずいちゃいましたよ。読まっていうところで、はい、もうゆっくりめで読ませていただきたいと思います。はい、ゆっくり落ち着いていきますよ。じゃん。こんにちは、こちらからは初めてです。リス君の声がオープニング可愛く、そしてかっこいいですね。グッズもわかりやすいです。タイトルコールもかわいいですしね。このオープニングをきっかけに、このチャンネル、バズるかも。もちろん、リス君の人柄&おしゃべりがあってこそですよ。そう、七夕の願い事、神社と同じ感覚ですよね。
全員の願いが叶ったら世界はそれこそカオスになっちゃいますもの。とのことをいただけましたよ。佐藤鈴さん、誠に誠にありがとうございます。いや、だってですよ、もちろん YouTube でのコメント、こちらもとってもとっても嬉しいのでございます。でも、さらになんていうんですかね、このお便りっていうお便りコーナーへ送るっていう、そういうなんか高いハードルを超えてくださったことで、改めて気が引き締まる思いなのでございますよ。はい、そうなんです、そうなんです。多分サトスズさんも改めてなんとなくこう引き締まった思いになっていらっしゃるかと思いますが、いただいたこちらはもっともっとこう気が引き締まるのでございます。改めてですから、ちゃんと一つ一つ丁寧にお答えしようっていうことをすっごく思うような感じなのでございますよ。ですから改めて、はい、拝見させていただきますと、もう本当にもうオープニングにつきまして YouTube へのコメントでもいただきましたが、はい、改めてこうしていただけますと、もう僕以上にスタッフさんが頑張った甲斐があったよってなっている次第なのでございます。本当に本当にそういう感じなのですよ。もうスタッフさんはほぼ寝ずに作ってましたからね。そうなんです、その CM 急遽作ろうっていうことになりまして、じゃあどうやってやろうかっていうことで、もうものすごい頑張って、もう本当に寝ずに頑張ったような感じでございます。それに僕も付き合った次第でございます。ですからもうなんかよくわからなくなっちゃったんですよね。良いのか悪いのかも判断がつかないぐらい疲労困憊になっちゃいまして、なんだろう、どこどうやって表現しようみたいなことに煮詰まっちゃったりもして作った次第でございます。はい、僕もいっぱいいっぱい煮詰まりましたとのことですから、こうしてお便りで改めてオープニング可愛くてかっこいいっておっしゃっていただけまして、もう本当にもうありがたいばかりでございます。しかもグッズも分かりやすいですっていただけましたし、タイトルコールも可愛いですしねっていただけましたしで、もう嬉しいことだらけですよ。もうサトスズさんは褒め上手さんですよね。もうそういうのに乗っかり上手でいきたいと思います。僕らは、はい、乗っかり上手で、そうして乗っからせていただくことで、もうどん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 と何かを作ろうっていう気持ちになれますからね。いただきましたお言葉、本当にありがたいばかりでございます。さらには、はい、もう本当に褒め上手さんだと思いますよ。もう人柄とおしゃべり、もうそんなことをおっしゃってくださいますだなんて、僕はこれからどうやってそれを維持するというか、改めてどういうような感じになったらいいのかとも悩んじゃいますかと。そうなんです、そうなんです、僕ってどういう人柄とおしゃべりなのかなっていうのが、改めてちょっと僕自身よく分かってないのですよね。はい、先ほども言いましたが、コミュニケーション、これものすごい僕苦手なんですよね。ですからそうなんです、どういうように接して接させていただいていいのか、もうよくわからないんですよ。そんなままやってます。本当は僕よりもっといい
はい、もっといいキャラクターがいるんじゃないかなって思ってます。でも、もうジャムキッチンは人材もキャラクターもものすごく不足しているのですよ。はい、もうびっくりするぐらい誰も、そしてキャラクターもいない次第でございます。もう本当に、ですからもう僕がそもそもこうして表に出ることがもうどうなのかなっていうところから出発している次第でございますから、改めてサトスさんよりこうした温かいお言葉をいただけますことで、ああ僕なんかでも良かったんだって思うことができました。改めましてありがとうございます。そうなんですよね、僕なんかで本当にいいんでしょうか、そういうような気持ちでいっぱいですよ。でもサトスさんが背中を押してくださることで、とってもとっても、はい、またまた、これまた明日も頑張ろうっていう気持ちになれました。ありがとうございます。もう明日も頑張りますよ。何を僕は喋っているのか、はい、喋っている間は僕自身もなんか頭の中が真っ白でよく分かっていないのですけれどもね。でも失言があった時にはほらって優しく言ってくださいませ。はい、そしたらはぁ、あ、みたいになれますから、そういう時は普通に謝らせていただきますとのことでして、あとはそうなんですよ、七夕の願い事の件についてもお答えくださってくださいました。本当ですよね、なんとなくお願いをするけども叶うか叶わないかを噛みましたよ、思い切り。叶うか叶わないかはなんとなくちょっと遠いような、はい、ところにありますよね。絶対叶えてくれるっていうような感じじゃないような、そういうことですから、本当ですよね、皆さんの願いが叶っちゃったらそれこそ本当にカオスっていうこと、その通りだと思います。もうだってこっち立てればあっち立たず、あっち立てればこっち立たずっていうような世の中ですものね。それは思いました。難しいですよね。ですからやっぱり成功する方もいらっしゃれば失敗する方もいらっしゃる、そういうことがもうどうしても起こっちゃうと思いますよ、受験でも何でも。はい、ですからもうそれはそれで、何が結局のところ最終的に成功かは本当にもう生命が絶たれるギリギリまでわからないと思います。その瞬間に、ああ人生良かったって思えるように、そういうような感じでいきたいとは思いますよね。そうは思いましたとのことでして、願い事、はい、叶えられなかったからといって、もうこの叶えられないっていうのがちょっと僕の中でかなり鬼門です、かなり噛みます。はい、そうなんです、一回の失敗というか一回の願いが叶えられなかったことによって、そこで落ち込まずに、はい、もう二度三度と何回も繰り返しましょうよ。そうなんです、ここでうまくいかなかったからこそ後に成功があったっていうことは、もう世の中の多くの方が証明されてますから、はい、そういうことだと思いますよ。ですからその失敗が成功のもとっていうことは確実にありますので、はい、もうそこで投げ出さずに、はい、もうチャレンジ、そして落ち込まずにっていうことを願わせていただきたいと思います。僕からの願いはそういうところですかね。そしてなるべく噛まないようにっていう風な願いもしたいですね。神様、願い叶えてくださいね。でも七夕様って
何のあれなんです、神様なんです。そもそもなんで年に1回しか会えなくなっちゃったんです。そこら辺も実は僕前には知っていた気がするんですけれど、全然わからなくなっちゃってます。そうなんですよね。ですからそんな状況で願いを叶えてもらおうっていうところがちょっとおこがましいのでございますかね。すみません、七夕様とのことでして、佐藤すずさんよりのお便りでございました。佐藤すずさん本当にありがとうございます。またまたこれに何て言うんですか、何かもうどうしてもリスはお便りじゃないともうなんか答えてくれないなんていうことございましたら、お便りでもうこれはもう絶対的に答えてよっていうことはお便りでよろしくお願いいたします。お待ちしてますよ。はい、皆様もよろしくお願いいたしますとのことでして、もう爆裂長くなっておりますが、引き続き本日の引きこもりスアワー行かせていただきたいと思います。もう本当に最近長くてすみませんね。じゃあ行きますよ。はい、僕の昨日の夕飯は汁なしプロ麺でございます。はい、プロのカップ麺を食べるようになったっていうのはご報告したじゃございませんか。じゃあアレンジとして今度は汁なしで行ってみようということで作ったのがこちら。じゃーん。はい、完全に汁がないアレンジレシピでございます。はい、アレンジしたっていうことによってさらに手間がかからなくなるっていう一石二鳥なのでございますよ。そうなんです。はい、そうなんです。普通アレンジすると手間が一個増えるじゃないですか。でもこのアレンジレシピはなんと手間が一個省けちゃう、一個も二個も省けちゃうのですから、驚きですよね。そうなんですよ。それほどこれは画期的なアレンジだと思います。そして食べましたところ、なんとはい、明らかに塩味が薄いっていうのを感じることができました。普通のカップ麺よりも本当に塩分控えめになってます。ですからこの汁なしの場合ちょうどいい、いやそれでもまだちょっと塩味があるかなっていう感じはしますが、それでも普通のカップ麺よりは明らかに食べやすくなってます。はい、汁なしで。はい、ですからこれは僕はおすすめさせていただきます。とっても美味しいですよ。普通にお菓子みたいに食べられまして、しかも栄養満点ですから、もうそして熱々じゃないので食べやすいですし、ただあれですけどね、フォークとかでそのバシッて刺すときにちょっと飛び散るっていう感じはありますから、飛び散らないようにザクを控えめに、そこがコツでございます。僕はもう汁なしカップ麺を結構食べ続けてきましたから、そういうテクニックが身についているのでございますよ。ですからそこは飛び出さないように優しくザクっていう感じで、やってみてくださいませ。とってもとっても美味しいですよ。プロは特におすすめでございましたとのことでして、昨日のお夕飯でございました。実は昨日のお夕飯コーナー、これは同じでも写真は見せてほしいっていうようなご要望がありましたから、じゃあ写真は載っけようかなっていうようなことは思います。はい、何かなんていうかこう簡単な食べ物であったとしましても、写真だけはちらりと
とのことでして、そういうようにちょっと決めた次第でございます。でも他にもご意見ございましたら、はい、ご意見くださいませ。写真はいつもいつもじゃなくていいよとかとか、そういうことございましたら、今のところ写真はエブリデイエブリデイがいいよっていうお言葉を一票いただきましたから、そちらで進行させていただきますとのことでしてですよ。はい、もう結構な時間がかかっておりますが、これからお一言お便りでございます。皆様、ここまでご覧になってくださってますか？もうちょっと怪しいところはございますけれどもね、もう前半戦で終了という方はどうかもうすみません。前半だけでもご覧になっていただけて嬉しいです。そして CM はいつもいつもつけるわけじゃございませんからね。はい、たまにでございます。はい、たまにでとのことでして、本日のお便りを一言いかせていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム、バイクバカさんよりいただきました。バイクさん、お便りにお一言付属ありがとうございますですから、一体バイクさんからはどのようなお一言が飛び出しますやら、もう今からワクワクですからということでして、まずは、はい、メッセージも付随されていらっしゃいますので読ませていただきたいと思います。つっかえちゃったらまたまたすみませんね。じゃん、こんちは。モーショントレスは背景に動画を映してひたすら打つべししてますとのことと、あと一言コーナーへのお一言が、はい、はい、書かれていらっしゃいますとのことでして、モーションのトレス、そうなんです MMD でですね、ダンスモーションをそのトレースしてキャラクターに踊らせていらっしゃるっていう、そういうものすごい大変なもう作業をされていらっしゃるわけですよ。それがもう画面に映し出してのただただひたすらキーを打つべしとのことでございます。これってものすごい大変なんですよね。本当にそう思いますから、それをされているバイクさんはすごいと思いますよ。はい、そしてそうして楽しまれてやっていらっしゃるこの大切さ、これが改めて僕には本当に感銘を受けるのでございました。僕はですね、何でも作ること、スタッフさんもそうですけれども、スタッフさんの作ることをお手伝いして思いますが、大変だ大変だっていう言葉がちょっと多い最近なのでございます。でもバイクさんのように楽しまれて大変なことをするっていう、この楽しまれるっていうこの楽しむ気持ち、これを本当に忘れたくないなって本当の本当の心底思うばかりでございます。ですから楽しまれて大変なことをされていらっしゃるバイクさんのそうしたお姿を拝見できまして、とってもとっても僕らは勉強になる次第でございます。改めて僕もこの放送、もう大変さは大変さであるのですが、本当に最近コメントもお便りもたくさんいただけまして、なんか本当に僕なんかで、なんかなんとなくなんて言うんですかね、僕なんかでいいのかな、なんか僕少しは求めていただけることもあるのかなっていうような気持ちになれまして、存在意義まで
ちょっと考えさせられる、そんな最近なのでございますよ。ですからもう本当に僕をこうしてこの世に存在させてくださいますのは皆様あってのことなのでございます。皆様、僕を存在させてくださりありがとうございます。皆さんがいらっしゃらなかったら僕は本当に消えている存在です。だって前にも出たくないですからね。前にも出たくないですし、本当は世の中に踏み込んでいくこと、とってもとっても苦手なんです。でもそれを歩ませてくださるのはお優しい皆様がいらっしゃるからに他なりません。もう本当の本当の本当の心底心底心底ありがとうございますと言わせてくださいませ、とのことでして、大工さん、お便りお一言もついてくださりまして、つけてくださりましてありがとうございます。じゃあそのお一言も拝見しちゃいたいと思います。じゃん、これは大工さんから届きましたよ。はい、お一言。難しい、どうやってご説明するか。そうですね、まず歌で歌われていたっていう、そういうものに似ているフレーズでございます。はい、そうなんです、そうなんです。なんて言うんですかね、ちょっとずつ歩もうよ、はい、ちょっとずつ歩もうよっていうような、そんな歌が昔ありましたよね。ちょっとずつちょっとずつ歩もうよっていう、はい。そして歩んだように見えてもあれと思って気づいてみれば少し後退していたりするみたいな、そういう歌がありました。でもですね、バイクさんからは、そうなんです、そうなんです、ちょっと歩んでみて見たところ、むしろそれ以上に後退しちゃってたみたいなことでございます。はい、それをもうちょっとその歌のフレーズに出てくるような言葉に置き換えてみてくださいませ。そうなんです、そうなんです、もっと後退しちゃってたっていうところが、もうそうですね、ここもうちょっと数字が難しいと思います。数字はそれ以上にほんのちょっと後退しているような数字でございますとのことでして、お分かりになるのは難しいとは思いますが、バイクさんの場合そんなことございませんよ。こうはおっしゃっていらっしゃいますが、本当にそんなことはございません。なぜなら、もうバイクさんの場合むしろどん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 、はい、いけちゃってる方だと思いますよ。だってそもそももう好きなことをお仕事にされちゃってるっていう時点で十分十分なぐらい、もう本当にものすごい、あれですよ、むしろ憧れの的になるぐらいの歩みっぷりだと思います。はい、そう思います、そう思います。ですからもしも若干ながらも後退してるかもと思っても、やっぱりそんなことはございませんよ。絶対に何て言うんですか、前に歩んでいる方が、はい、絶対的に多い方だと僕は思っております。そんなバイクさんだと思います、僕は。はい、間違いなくいろいろとそうなんですよね、バイクさんはちょっと照れてしまわれるところがあるのかもしれませんよね。そんな奥ゆかしさが若干見られるような気がいたします。だっていつもいつもわからないっていうふうにおっしゃりながらもちゃんと答えてくださいますし、そして謙虚にちょっと後退しすぎかもっていうようなところを持っていらっしゃるのですからね、
そうは思いました。ですので大工さんは本当にむしろみんなの見本となるような感じだと思いますよ。はい、少なからず僕らは見本にさせていただいておりますからね。はい、先ほどのこともそうですけども、ちゃんと楽しむっていうことをされていらっしゃるそのバイクさんのお姿に本当に学ばせていただいてますから。はい、もう少なからずな僕らスタッフ一同もうそうなんですよ、含めましてとのことですから、そういうわけでございますので、バイクさんのご謙虚さの目立つお一言かと思いました。じゃあ行ってみましょうか。今回のお一言、まあ数字を正確に当てることは難しいかと思いますが、大体の予測はできた方もいらっしゃるのじゃないかなっていうことは思います。じゃあ行かせていただきますよ。もう本当に今回長くて申し訳がございません。じゃあ行きますとのことでして、バイクさんよりのお一言行かせていただきます。ではバイクさんよりの一言どうぞ。3歩進んで4歩下がる。